次に山崎誠君予算委員会の貴重な質問の時間ですので、早速、えー、質問に入らせていただきます。えー、質問の順番を変えまして、あの3番、えー、外務省の関係のお話を先にさせていただこうと思います。あのお忙しい中来ていただいておりますので、えー、新型コロナウイルス感染症対策に対しての、まあ、外務省の取り組み、 特に今日はあは、義務官の皆さんが今、どういうふうにお仕事をされているのかというのをちょっと確認をしたいと、でご提案もしたいということで、えー、外務大臣にもお越しいただきました。で今、日本の各国の日本大使館には、医師の資格を持った義務官の皆さんが派遣されていると、えー、令和3年の4月1日現在ということでお聞きをすると、103名ということで、世界の在外公館にいらっしゃいます。 でこの方々が、まあ、海外、今、例えばあの日本からなかなか海外に出ていくことができない、それも医師の資格を持っているということは、大変その、例えばこの感染症、パンデミックの中では、あの貴重な存在であると思います。で、この方々っていうのは、現地の医療機関との接触があったり、えー、医療行政機関との接触があったりということだと思います。で、専門性、えー、医師の専門性もバックグラウンドとして持っている。 まあこういう方々がです、ね、本当にこのパンデミックの最前線であの活躍いただきたいと思うんですが、現状、今、この方々、どういうお仕事をされているか、この感染症に対してどのような今、取り組みをされているか、お聞きをしたいと思います外務大臣、茂木敏光君。 あの各国にいる医務官ですね、えー、委員ご指摘のとおり、まあ、医療に関するまあ専門的な知識を持っておりまして、えー、通常ですと、その会員であったりとか、えー、その家族のまあ健康に対するチェックであったりとか、アドバイスをしたり、さまざまな業務を行っておりますが、あのー、外務省にとりましても、えー、海外在留法人の安全確保と、えー、これはあの最もあの重要な責務の一つと考えておりまして、 えー、世界各国、地域においてです、ね、今、新型コロナが感染する中で、えー、在外国家においては、医務官の知見であったりとか、今おっしゃったような、いろんな現地での医療関係者とのネットワークもあるわけでありまして、そういったものも活用しながら、現地における感染状況等の情報収集を行っております。 また在外法人に対する適時適切な情報提供注意喚起など必要な対応を講じてきているところでありますその一環として在外公館では大使であったり公私であったりまた委務官など関係者が一体となって各国のワクチンの接種状況であったりとかその体制 医療事情、保証制度、認証済み、または、えーえー、承認プロセスが進んでいるワクチンの種類、どんなものがあるか等々です、ね、について明鋭意情報収集を行ってきておりまして、こういった情報をです、ね、在外法人の方々であったりとか、えー、政府に対してもです、ね、共有して、引き続き適切に対応していきたいと思っってておおりりまますす医師の免許をを持持専門的な知識っております。 ただ、一方で、現地の医療免許を持っているわけではありませんので、そこの中での行為というのは限定されるということはご理解いただきたいと思います<上>山崎誠君。ありがとうございます。お忙しい中、ワクチン接種の関係で河野大臣にも来ていただいて申し訳ございません。あの今、お話がありました医務官ですがあの、このワクチンの接種にも、今、お話もございましたが、やはり現地のいろんな情報収集だとかですね。 さまざまな国の,その接種の方法であったり、そのフォローの仕方であったり、あるいは変異株に対するワクチンの、な、え、ん、ーまあ、ですかね、効果だとか、そういったことをいろんな差別するためにも、あの重要な人材だと思うんですが、えー、河野大臣、今こういう方々をどういうふうにこう活用しようというお考えがあるかないか、そのあたり含めて国務大臣、河野太郎君。 あの海外でのワクチン接種の状況を調査するのに、外務省に大変お世話になっているところでございます。あの在外交換などを通じて情報収集をしていただいております。その中で、あの勤務間をどのようにあの活用していくかというのは所管外でございますので、私の立場でお答えできません。 山崎君まあちょっと残念ですが、まあ、もっと、ね、あの外務大臣でもいらっしゃるので、多分状況はよく分かっていらっしゃると思います、で私はあの、まあ、いろいろお話を聞くとです、ねえー、今の医務官の皆さんというのは、福、え、利、ー、厚生室の所属,所属になっていて、一義的にはやはり大使館員の皆さんの健康管理、家族の健康管理というのが主務であって、やはりなかなかですね、まあ、その範疇から、 今お話ししたような危機管理対応,対応について、積極的に動ける、まあ、状況ではないんではないかというようなことを推測しました、まあ、これは違うんであればまあ結構なんですが、ぜひ私はです、ね、こういう方々を積極的に、今後このパンデミック、あるいはこういう国際的な危機というのは、あの医療系の危機というのは、いろんなことが予想されるということでございますので、 ご活躍いただけるためには、例えばあの感染症に関する研修の機会を作るとかです、ね、特別なネットワークの機会を作るとか、今お話ししたようにです、ねえー、福利厚生室という,こう限られた職,職務だ,だけの、ね、部署ではなくて、他のような部署を兼務するような、まあ、そんな取り組みもぜひ進めていってはいかがと思いますが、えー、ご提案です、大臣の意見をお聞きしたいと思います。<laughs> 外務大臣茂木俊君あの大変いいご提案いただいたと思っておりますし、またあの実際にですね、昨年、コロナが世界的に蔓延をしていくという中で,です、ね、在外交換、これは先ほど申し上げたようにです、ね、会員挙げて、それぞれその担当があるにしてもです、ね、法人の安全確保、さまざまな面から全力で取り組んできたと、このように今、考えておりまして、そこの中で、医務官についても、その、 立場といいますか、そのどの物署に所属しているということではなくて、やっぱり医療に関する知見であったりとか、さまざまなネットワークを持っているわけでありますから、それがフル活用できるような体制にしていきたいと思っております。 山崎誠君ありがとうございいぜひそのようにお願いをしたい、えー、河野大臣にもです、ね、ぜひあの今後、ワクチンのお話というのは、まあ、国際的ないろいろな、まあ、戦略にも絡んでくると思うんですね。で、まあ、あの大臣の所管とはちょっと離れるかもしれませんが、今後、例えば国際協力のようなときに、ワクチンのやっぱり日本の知見をどうやって世界に発信をしていくか。 まあアフリカとかにたくさんね在外で移務館の方いらっしゃるわけですからこういったこともですね視野に入れてぜひ取り組んでいただきたいと思います。三問のあ三問目の質問これで終わりますのでお二人あのここで対していただいて結構です。山崎誠君。はいそれではあの一問目に戻りまして。 えー、私あの、エネルギー担当でございまして、梶山大臣とはあのいつも経産委員会ではお世話になっておるんですが、えー、今日は予算委員会ということで、あのご質問をさせていただきます。でこ,れこの問題、私、取り上げなきゃいけないのは、電力市場の価格高騰問題であります。 でこの問題については、もうすでに、えー、この委員会でもあの議論がございまして、私もいろいろと拝見をして、えー、それぞれ納得をしたり、いろいろと意見を、えー、持っています。でまあ、それについて、今日は改革、えー、をしながらです、ね、あの議論を深めていければと思います。でこの問題、まああの、おさらいではございますが、昨年12月から本年1月にかけて、えー、電力スポット市場において、長期間にわたって、 価格が高騰してしまったと、高値がこう張り付いたような状況になってしまって、まあ、大変なあの混乱が生じたということだと思います。で当初、経産省はまあ寒さによって需要が増えて、LNG の在庫の不足、逼迫で、えー、発電量が減ってしまった、そしてあの太陽光発電、まあ、冬場ですから、その発電量も減ったんで、えー、電力が、 ああ需給と合わなくなって逼迫をしたんだということでご説明をしておりました。ただこの委員会での議論でも明らかになってまいりましたけど、これは必ずしもそれだそれが問題ではないと、まあ直接の問題ではないということで、市場にその電気がちゃんと供給できずに需要と供給のバランスが崩れたというのが大きな理由であります。それが長期間にわたったというのが今回の。 問題のまあ本質だろううとということでありますでちょっと資料にまとめましたので、えー、さっと見たいんですが、資料1番で需要、電力需要の増加がこの逼迫の原因かということで、上の表は、これ、経産省からいただいた資料でありまして、えー、この折れ線グラフ、赤い線が昨年の同時期の需要、青い線が今年の需要でございまして、見ると大きに、大きく今年のほが増えているよっていう話でありますが、 これ今年と去年しか比べてないんですね、で下の表は、えー、高橋先生、えー、鶴文化大学の高橋先生が作ってくださった表で、グラフでございまして、これ、過去16、17、18、19、2 5年間で比較をすると、今年が特に、あ去年ですか、去年が特別突出、突出しているわけではないということが言える。そして 上の表を見ていただくと、この赤い四角で囲われたところが、まあ、電力が逼迫をしたということでございまして、えー、確かに逼迫をしたタイミングはあるんですけど、ずっとではないんですね、まあ、これが1つ、それから資料2を見ていただくと、これもです、ね、これ上が太陽光発電の同時期の実績でありまして、えー、太陽光発電が大変、 あれですね、電力発電、平均発電量を下回ってしまって、あまり発電量がなかったんだっていうことで説明いただいておりました。じゃあね、私は再エネっていうと、太陽光だけではありません。じゃあ、風力はどうだったのと、この下の風力の表は、実は当初、経産省からもらっていないんですよ。で、えー、お願いをして作ってもらったのが、この下の表で、グラフ,グラフでございます。それ見るとですね え前年の1月平均よりも18%増加していて、例えば東北なんかを見ると、ですね太陽光は赤字になっているところが、風力、これ、かなり頑張って発電してるんですよね、もちろんあの風力発電、まだまだ総量少ないですから、それがね、大きなあの助けになったかというのはもちろんあるんですが、でもこれ、バランスよく入れて、風力がもっとちゃんと入れば、ですね当然、 相互に保管し合って、安定に、安定につながってくるというのが。この表からわかるはずです。で資料の、えー、すみません、三番は。あの L. N. G. の在庫の逼迫が、えー。原因だっていう話なんですけど。まあ、この点については。二月の二十五日。 えー、デントリーの方で公開ヒアリングをやっていただいて、私もあの一生懸命、昨の見ましたが、あのかなり分析をしていただいています、だからこれは一概に言えないんだけれども、NG の在庫の推移が必ずしもです、ね、この価格の高騰とこうリンクをしているかというと、そうでもないということも、あのデータの分析によっては言えるということであります。こ、ま、こ、あ、こういういいい状況があってであの私ののここで言いたいのは 今回発生した事象っていうのは、まあ、市場の機能不全の要因が大きいで、まあそのいわゆる玉出しというね、電気が、売りの電気が減ったということに対して、えー、適正かどうか不正があったんではないか、まあ、そういったところはです、ね、今、まあ、分析をしていただいていると思いますが、市場がうまく機能していなかったというのは、今、一致している見解だと思うんですで。これで一番影響を受けてしまったところはどこなのか。 梶山大臣今までちょっと説明、ちょっと要約をしましたが、一番影響を受けてしまったのはどこなのかをちょっとお聞かせください経済産業大臣、梶山宏まずはその小売りのところと、それに連なる消費者の方々ということで、市場連動型の契約をされている方々は、やはり大変大きなあの負担になるということであると思います委員長。 山崎誠君で今お話ありました、まあ、新電力と言われる、あれですね、電力自由化から、えー、小売りに参入した会社が今、大変厳しい、えー、例えばこの期間、この資料にもありますけれども、資料に4人にもありますが、えー、通常1000万で買っていた仕入れを、ですねこの期間だけで4000万円払わなきゃいけないと。 まあ地域で立ち上がったような、そういう意味では財務体質としては、そんなにこう強固でない企業も多くございますよね。そういうところにとっては、こういう財,財務上のインパクトって大変大きくて、3月、あるいは4月で倒産ではないかと言われています。悲鳴が上がっています。私ははははこののの力とといいいいううう絶対やはり潰しちゃいけなんんだと思うんですっていうのは 脱炭素社会、そしてこれから作っていく分散型の再エネやそういったエネルギーをうまく使った新しい社会を作っていくための、け、ね、ん引,引者にならなきゃいけないと、そういう認識でおりますが、どうですか、梶山大臣経産大臣、梶山之君。 あの自由化の中で、まあ、新電力600社以上できているわけでありますけれども、そういった中で、えー、プレーヤーであることは間違いないと思っております。ただ、あのこういう市場の仕組みというものを理解をして、リスクヘッジをしている会社もある中で、 まあ一方で、ここだけ救済という形にはなかなか難しい部分がありますので、猶予、支払いの猶予と分割等も含めて、あと相談の窓口を作りながら、今後考えてまいりたいと思いますし、委員がおっしゃったように、2月25日に、 いろんなヒアリングを、報告徴収の命令をかけて、またヒアリングもさせていただきました、あの複合的な問題もありますけれども、市場の課題もあるだろうと、私自身は予断を持つことはできませんけれども、考えておりますので、それの結果を見ながら、どういう市場にすべきか、また当面の支払いについてはどうすべきかということも考えてまいりたいと思っております山崎誠君。 あのこれ、これまでもね、いろんな議論があったので、この市場がやはりうまく機能しなかったというのは、例えば海外の事例なども分析をすればです、ね、明らかなんですよね、まあ、それはぜひ今後ね、公開ヒアリングの結果をまた分析をしていく、その過程も大変期待しているので、あのしっかりとです、ね、うやむやにせずに、この原因究明、 を徹底していいただくというのが一つですそれと、今お話したような新電力、この新電力っていうのは、えー、本当にね、再生可能エネルギー、地産地消で入れたいねと、えー、市民の皆さんがね、出資をしながら動かしているところだとか、政教関係とかですね、地産地消、顔の見える電気をなんとか届けたいとかですね、そういう私は志とか理念を持って、皆さん、仕事をされているんですよ。それでもちろん、ね いろんなリスクヘッジが足りなかったとか、そういうところはみんな分かっている、ね、そこを今後やる、それはやりながらも、今、この市場の欠陥、この市場のオペレーションのミスで、ミスで、で、このいう会社を潰しちゃいけない。本当に脱炭素社会つくりたいんだったら、あるいは再燃をたくさん入れて、新しいね、 カーボンニュートラルの社会をつくっていこうとするんであれば、高校でこういう企業をですね、潰してはいけないと思うんですよ。そして、これ、例えばお金、さまざまかかるお金ですね、ここでコストが跳ね上がってしまった、例えば分割するのは分かります。分割するんだと思い切って分割していただきたいし、要するに会社を潰さないために何が必要かっていう視点で支援をしてもらいたい。で私は、これは、 救済ではなくて、市場がうまく機能しなかったところはどこなのか、どういう価格で落ち着いていればよかったのか、そういったところをしっかりと分析していただいて、補正をしていただきたいんですよ。補正を。ぜひ、そういう視点で分析をし、手当、補正を考えていただきたいんです。どうぞ 経産大臣梶山博史君あの先ほど申しましたように、この事案ができて、すぐに報告徴収命令を出しました、それに基づいて、先般2月25日にヒアリングをしたということでありますけれども、委員が冒頭おっしゃいましたように、複合的な要因もあるわけなんですね、市場の問題だけではなくて、複合的な要因もあるという中で、LNG であるとか、気温であるとか、また、 再生可能エネルギーの発電量であるとか、さらにはまた、バックアップ電源がだん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 毎年減ってきている、それを設備するだけの投資がなかなかできないという状況も踏まえてなっている部分もありますので、それらも含めて、市場でどう反映させていくかということをしっかりと考えてまいりたいと思います山崎誠君。これあの、大変難しい議論なんで、なかなかフォローしきれないんですけど、2月の25日の議論を見ていてもですね、 その単に LNG があの逼迫したっていうことだけでは説明つかない、それによって、その価格がです、ね、異常に上がっていってしまってて、予備力がまだあるのにもかかわらず、価格が高値で張りついてるっていう状況については説明できてない、説明しきれてないんですよ。ね、そういいったことがございますのであの よくよくここはいろんな専門家にも意見を聞きながら、分析をして、手当をぜひしていただきたいと、まあ、強くそこは要望させていただきますので、お願いいたしますで。残り時間わずかですが、えー、もう一つ、東京電力のです、ね、福島第一原発、2月の13日の地震の影響、これあの、本当に現場の地域の皆さんも心配です。でえー、とさまざまざな まあ震度6弱と書いてありますが、さまざまな異変が起きているということでありますで。例えば1号機、3号機は原子炉格納容器の水位が低下しています、まあ、原因はいろいろ分析中でしょうけれども、まあ、これらっていう要因はわからない、それから例えばこの水位っていうのは、本当にこれで止まるのかね、低下は止まるのかどうかわからない、あるいはさまざまなタンクが位置がずれてしまうほど動いてしまっていたり、 えー、いろんな漏れが生じたりということであります。で今後もです、ね、こうした地震が起こる可能性が高いということが大変な衝撃になっています。私はです、ねまあ、同様じゃあ地震が発生することを想定して、今の事故炉の安全をどう確保するのか、それから廃炉作業はずっと続いています、この廃炉作業の安全をどう確保するのか。 これ、10年経てですね、緩みがあったりですね、油断があったりしてはいけないと思うんですが、この地震の教訓をどう次に生かすか、教えてください。経産大臣梶山博之君あの地震後の第一報として、外部に放射能漏れがないかどうかということでのモニ,モニタリングポストの数値、また、あその作業員、作業,作業の箇所の、 形がどうなってていいるかととうことも調べて第一報がありましたその上で後から分かってきたこともいくつかあるんですね、その震度計がついてなかったということもある、また今おっしゃったように、タンクがずれて動いたということもある、まあ、そういったものに対して、最新の注意を払って、報告、また確認をするようにということで、私の方からその指示を出して、市外エネルギー省長官から注意をさせました。 さらにまた、タンクはですね下に固定していると逆に強度がなくなるということも分かりまして、そういった形でずれがあったと、ずれがその許容の範囲なのかどうなのかということもしっかりとやっぱり調べなくちゃいけないということで、のここのところ、少しあの東京電力、そういう報告漏れとか、こちらから見ていてもずさんなところがあったりするものですから、しっかりとえ対応するようにということで、今、注意をして報告を待っているところであります。 山崎誠君あの午前中、うちの枝野代表からね、原子力緊急事態は継続中だということがございました、まあ、残念ながら、菅総理から具体的な言及なかったと思うんですが、このお話というのは、やはり今、大熊双葉では住民の皆さん、帰宅準備をしていたり、帰宅を始めたり、帰間を始めていたりということでございますから、もう地域に皆さん住み始めていると。 その中でこういうことが起きているということは、本当に私は、あの次の災害は絶対起こしてはいけないという立場で、例えば避難計画、新たにどういうふうに立てているのか、あるいは緊急事態をどういうふうに皆さんにお伝えするのか、そういうことが本当にできているのかね、それは地元の地方自治体任せじゃなくて、本当に国が責任を持って、 お守りする立場にあると思うんですけど、その点、どうですか経産大臣、梶山ひ君、あ君。避難計画であるとか、実効的な避難ということは、やはり国も大きな責任を負っていると思いますので、しっかりただあ関わってまいりたいと思っております<長>山崎誠君。もう時間ですので、もう一つはね、東京電力の柏崎刈羽原発の ID カードの正使用っこれも。 お話をしたたかったですで私は皆さんにあのお伝えしたかった、これね、核物質の防護のお話と、案件ということで、これね、情報が出てこないんですよ、まあ、核物質防護だから、まあ、テロ対策など、いろんなことの経緯があって、まあ、情報が出てこない、本当に氷山の一角じゃないかと、いろんなことがです、ね、ポ,ツポ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 ツ起こっているようだけれども、中身は教えてくれない。 これ核物質防護っていうこの言葉がね、隠れ身のになって、本当に大事な大きな事故、あるいは事件につながるようなことが隠れてるんではないかって、そんなふうに信任を持ってなりません。本当に原子力の信頼を、ね、得るために、もし本当に再稼働、これから原子力推進をしていくんであれば、こういったことがないように徹底的に取り組んでいただきたいと、最後お願いして終わります。ありがとうございました これにて山崎君の質疑は終了をいたしました。次に